かわいすぎる。やばすぎる。あ、高血圧になってしまいます、私。気持ち悪い、俺。はい、どうも。アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎日投稿していますので、ちょっとでも興味があったら、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして、アニメのリアクションや感想を先に見たいよって方がいらっしゃいましたら、下の概要欄やシークバーから、チャプター機能をご利用ください。はい、というわけで、今回もやってまいりました。クラシックリアクションシリーズやっていこうと思います。寄宿学校のジュリットですね。見ていこうと思います。第3話。まあ、前回は、まあ、女の子に、付き合ってることがバレたんじゃないかというところで、なんかどうなっていくのか、これどな展開ですね。はい、まあそんな感じで、おし、見ていくぞ。まあ本当にね、余計なごたくはいらないと思ってるから。はい、まあそんな感じで見ていきます。それでは見ていきましょう。寄宿学校のジュリエット、第3話、よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さて。お。はいはい、3日後。おぉ、高校生っぽいな。1ヶ月記念。そうだね。言っちゃうとそうやな、究極を。まあ、そうな。あ、かわいい。本当に乙女っぽいよね。まあ、なんか本当に猫っぽいよね。なんか素直に表現しないみたいな。かわいい。この金髪アングル。ああ。あっす。ありがとう。お、おわー、もうまたもう。まためんどくせえ奴らが。何？ああ、あの子か。目隠れちゃんか。よし、どこまで車で入るの？めちゃくちゃ金持ちなんだな。カイジにへし折られそうなモニュメント。なんだなんだ、そんな暴れ姫、そんななの、そんな、お姫様、女王様的な、ありがとうございます展開があるんですか。いやー、30分で5000円。さあ、この双子ちゃんも気になるね。ちょっと、オープニングを駆け足でやってしまったけど、もう早く見たい。早く見たいという気持ちで。さあ、いいよな。なんか、1ヶ月記念とかなんかすげえ高校生っぽいよな。いたよな。うちにも、なんか、1ヶ月だから今日は一緒に帰るのよ、みたいな。お前毎日一緒に帰っとるやんと思ったけど。なかなかすごいものはありますね。なんか青春を感じてしまう。失った青春を取り戻しに行きます、僕。ハスキちゃん可愛いよなぁ。シャル姫も性格が気になる。いいよ。このさ、何メガネと戦ってるのは気になるよな。戦う必要があるのか。バレて、ジュリエット、ペルシアと付き合ってることがバレて、黒犬のしておかしいだろみたいなこと言われる的な。ペルシア可愛すぎるよな。本当に猫みたいだよね。なんか猫って言うじゃんね。こう素直に表現しない愛情みたいな。会いたい時に会いに来て、みたいな。あんまりデレデレしないらしいですね。さあ。そんなやばいの？シャル姫って。ええー、こう紙吹雪。お帰りなさい。さあ。あ、スコット。ん？ドS？ あ、ドSが過ぎる。任せろ、一発芸。何もする前に殴られてしまう。
かわいい。いいんじゃないか、スコットは。俺も一発芸何かしようと思ったけど出てこなかった。芸人として恥ずかしい。かわいいね。あ、この子もまつげが銀色や。え？引っ張ってるけど。バチバチ？すげえ怒ってんな。聞かねえな。これ、前見られてたよね。むずか。ちっちゃい声で言った？弱みを握られてしもうた。なんて言ったか聞き取れてないんだ。やばいやばい。何のことだ。え？やられたー！くそ、やられた！これは何という。おいおい、週刊文春もびっくりな、このスクープ力。なるほど。バレちゃった。完全に配下に置かれてしまう。条件とは？ああ、なります。ならせていただきます。ならせていただきます。忠実なワンちゃんです。完全に服従している。写真が落ちちゃうわ。あ、ペルシアが。ああ、牛乳を拭いて一週間。ハスキーちゃんかわいい。そうだ、胸に釣られる。やばい、ペルシアちゃんの、ペルシアちゃん、君も立派だ。やばいな、アクデーな。タチが悪、タチが悪すぎる。はい。犬になりたいです。土下座。ジャパニーズ土下座。ああ、ありがとうございます。下から見れば、下から見れば見えるか。はいはい。終わりだね。まあでも仲良くするのが理想だけどな。そうだ、世界が変えられない。そうなのか。ああ、綺麗な目をしてやがるぜ。絶望の目。ペルシアには行っていいんじゃないか、脅されてるって。じゃあ、あな、お、言ってあげないといけない。ペルシアも小さい方じゃないと思うけど。わかんないけど。アニメ基準だと小さいのかな。はははは、かわいそうっす。女王様気質。もう人望はないに等しいんじゃないでし
完全に落ちてしまった。ハスキちゃん。お、粘土。粘土とイブサキ。つばきくんみたいな髪型してますね、あなた。スケットダンスの。やっぱ年代がバレてしまう。粘土とか。四つん這いで早くなってる。ペルシアドン引きで笑った。かわいい。かわいそう。ああ、ペルシア待っててかわいそう。ずっと。鹿刺さってますよ。バラスキはさらさらなさそうだな、でも。脅されてるって言え。よ。脅されてるって言うんだ。イエー。これ他言無用。あ、そっか、二人だけの秘密って言われてるもんな。はい。なんだこのいい子は。好きです。あ、やばい、2回目。あー、構います。構います。あー、ずっと構います。一生構います。ナイスサムアップ。鹿忘れてますよ。くそ。ありがとうございます。怒らない。お、面白くないわね。反抗的じゃないと。そうだ。お前にはペルシアがいるんだ、ロミオ。そんな。多分、写真撮っても多分データが残ってると思うんですが。いいね。シャル姫が、こうあれす。お前の席ねえから!そうなんだ。なんだ、目が見えてないぞ。ハスキー。正論、正解。正解です。ハスキちゃん、いい子や。この杉田さんの声の人が厄介だな。あー、ありがとう、ハスキちゃん。なんか、ハスキちゃんも報われてほしいな。なんでこの作品はみんな可愛いんだ。あーい、わかりました。開かせていただきます。あ、食べさせていただきます。はい。オッケー、任せろ。ブラックドギーの先輩か。記念日まで。飽きるまでやらせよう。うん。え?スポーツ万能。ちょっと待って、人間ごとダンクしたけど。身内に厳しい。子役みたいな人ですね、ゾンビランドサガに出てきた。そうね。そこはちょっと気になるね。まあ、でも一番手頃だからじゃないのか、犬塚くんが。ペルシアがあんま好きじゃないっていうのはわかるな。痛い!首が折れる!なんだ?ディナーってまだ昼ですが。あ、ペルシア。ペルシアにやっぱり何か感じてるんだ。で、ペルシアのことが好きなのかな?いや、違うな。痛そう。ヒールで踏まれてる。
ちょ、上級者すぎる、この、シャル姫は。上級者向けすぎるな。すげえ格好。危ない。言っちゃいけないこと一緒になりました。でもなんか羨ましいんだろうな、犬塚と一緒にいるのが。理由言ってもいいと思うけどな、ペルシアそんな口軽い子じゃないよ。あら、そうなんだ。あ、これ同じ子好きになってるパターンがあるな。かわいい。あ、そうなんだ。ペルシアがお目付け役か。あ、そうか。そうなのね。貴族家だもんね。そうか。ロミオの子、犬塚のこと好きなんだろうな。いてててててて。あんだけ好き好き言ってくれたのに。破局はダメ。悪みたいな顔してるな。でも絶対そういうことだろうな。好きなんだろうな。これ、シャル姫。犬塚のこと。シャルトリ。これ、犬塚だろ。ちょっと手段を選ばなすぎではないですか？ペルシアいないの？ペルシアと同室だろ？ バレてる！バレてる！あれ？いない。あ、これ、ベッドだな。どこだ？完全にド S だな。そんなつもりはないんだろうな。猫みたい、この体勢。なんだっけ、香箱座りって言うんだっけ。どこだ？ない。天井か？吉田沙保里みたいに。アルソック。なんで？いや、それはおかしい。いや、その理屈はおかしい。え？なるほど。そっちか。そっちか。ペルシア大好きっ子か。かわいい。あ、好きです。あ、ユリウムモリオリさん。ああ、お互い揺すり合いだぜ。うえい、えい、えい。ていうか、記念日ですが。僕、男性アレルギーなので、こっちだったら僕、ユリを推奨したいんですが。いい子なんだ。ブラックドギーに取られるっていうのが嫌なんだろうな。ああ、そうなんだ。唯一の親友でもあったってことか。ただ、あ、やばい。この中隠れよ。これ犬塚が取ったことにしよう。任せろ。
よかったな、ペルシアがちっちゃくて。ふんふんディフェンスみたいに。なんで髪引っ張ったのかな、でも好きなら。そこが気になった。お、綺麗になってる。その奥にいそう。お、あえて聞く。そうか。あ、ゆり見守りおじさんです。あ、ゆり見守りおじさんです。あ、ペルちゃん。わあ、いいですね。いいですね。ロミオいらねえな、これは。犬塚いらなくないか、もう。なあ。この気持ちを聞いて犬塚はどう思うんだ？楽しんでるな。コレクションっていうのがいいな。それにな、同じペルシアを好き者同士だしな。そうな。犬塚は隠してるとは思えないんだけど。あら。やばい、ちょっと、あ、さ、やばい、心臓が。やばい、ちょっと、高血圧になりそう。あ、ちょ、やばい。かわいすぎる。やばすぎる。あ、高血圧になってしまいます、私。あ いや、いいね。いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。気持ち悪い、俺。いや、でも僕的にはやっぱり、僕は見た目通りユリ豚なので、犬塚くんもいいんじゃないか。犬塚くん別にいいんじゃないかなと思い始めてきたんだけど。やっぱりシャルペル、ペルシャル。この、あれにはかなわないな。うん。ガイアみたいな感じで、犬塚くんがボコボコにされる可能性が。おい、ブラックドギーにいないのか、なんかユリを優先する男は。まあでもな、先に告白したから、まあ犬塚くんの勝ちやな。なんか犬塚くんなら許せるよな。やはりラブコメここ大事よね。でも本当に思うけど。犬塚くんにならあげてもいいみたいな、そういう風に視聴者に思わせることがとても大切です。なんかで見たんだよな。なんかラブコメの視聴者、何？ラブコメの主人公は視聴者も好きにする必要があって、視聴者も好きっていうことはもう視聴者もヒロインになっているのだ、みたいな。格言だと思うわ。なんかで見たけど。全員可愛いな、ヒロイン。やばいな。パニックになってしまう、俺。脳髄が剥がれ落ちる、本当に。脳みそでマックシェイクができる。もう、あーってなって。だいぶ遅れたな、昼から。いや、あ、ロザリオ。渡したロザリオ L じゃなくなってない？あらー。号泣。あ、これペルシアが見てます。これユリ、あ、で、純愛見守るお姉さん。でもペルシアちっちゃくないよな。身長じゃないけど。身長はちっちゃいけど。今日のところ許してあげる。なるほど。なるほど。
撮ったのか。あら、なんか起きるぞ。ちょっと最後の、最後のあれが衝撃的すぎる。全部、もう、ありとあらゆる、この世の洗濯バサミ、もう、全面積をこう、顔に、なんか洗濯バサミされてましたけど、いかがですか？本当に。はい。はい、まあそんな感じで見終わったわけなんですけど、いや、おもろ。いや、おもろいなぁ。こっちもハラハラドキドキするなぁ。めちゃくちゃいいなぁというふうに思いました。ゆり見守りおじさんも、純愛見守りお姉さんも出てしまったわけなんですけれども。いいね。なんかみんな可愛いなぁ。本当に。ペルシアはペルシアで、サディストだけど、やっぱりなんかすごい純粋な部分を持ってるし、ハスキーはさ、すごいずっと一途だし、なんか、ハスキーも応援したくなるな。犬塚二人ぐらいにならないか。ハスキーと結ばれる犬塚もクローンとして作ってあげた方がいいと思うんですが、僕はどう思うんですかね。いや、でもペルシア、もうみんな可愛い。本当に、今回の俺気持ち悪い。まあでも本当にね、今回すごい面白かったですね。マジで、なんか展開としても。なるほど、なるほど。いや、でも本当に、最初はやっぱり、ペルシアの幼馴染っていうのもあったし、これ犬塚が好きなのかなとも思ったけど、まあ、そんなことはなかったわけやな。なんか、結構やっぱり、ハーレムラブコメじゃないっていうのは知ってたから、やっぱりそんな誰も彼もが犬塚大好き、犬塚ラブラブみたいな感じではないんだな。まあ、言っちゃうと本当にペルシアがメインヒロインで、まあ、ライバルヒロインにハスキーがいるっていうような感じなんだろうなとは思います。はい、まあ、すごいいいなと。いいですね、このアニメ。ピュアピュアですね。いやー、失った青春を取り戻しに行くぜ。そんな感じですね。はい、まあそんな感じで、まあ次も見ていこうと思います。はい、そんな感じで、こんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。ハスキー、シャール姫、ペルシャ、みんな可愛いとか、なんかいろいろとお待ちしております。以上、寄宿学校のジュリエット第3話でした。バイバイ。